ずいぶん早いのね。あれ、どうしたの？それだなんて珍しいじゃない。実はこれからちょっと田舎へ帰ってくるんですよ。徳島まで結構大変ね。ええ、出張するために両親と話し合ってくるつもりです。説得はできそうなの？母は信徒ですから、よく話をすれば分かってくれると思うんです。問題なのはおやじの方ですね。父親は僕に果たせなかった自分の夢を託そうとしているんですよ。だけど僕には僕の人生がありますからね。なんとか説得してみせますよ。人は誰でも心の深い奥底に神秘的な力を宿している。そして正しい修行によって私たちの魂が光り輝くとき、それは驚くべき力となって現れてくるのだ。私はこの素晴らしい力をこう呼んでいる。人間の能力をはるかに超えた神の力、すなわち超越人力。人は誰でも持っている、みんなの心に持っている、あるから虫の過去から持っている。人に誰でも隠れてる、みんなの心に隠れてる、無明の闇を越えて超越人力だ。孤独によってサマリによって主従によって得る世界、悟りによって解脱によって自由自在に君は使える。天にた神宿妙天元の神、天にた神宿妙天元の神、無明の闇を越えて超越人力だ。今のは足川君の声じゃないか？間違いない。彼の身に何か起こったのだろうか。足川君は東大医学部の学生である。オウム真理教の中ではとても熱心な在家信徒として知られており、彼自身が多くのイニシエーションや修行をすることによって自分の瞑想ステージを上げているというだけではなく、これまでに多くの人を真理に導いてきた。自らの悟りを求めて修行しつつ、利他の心を持って他人を救済する人を到達神知運命根と呼ぶが、そういう意味で言ったら彼は大変優秀な到達神知運命根堂の修行者であったといえよう。到達神知運命根の修行を行い徳を積んでいる弟子は、修行上の指導者であるグルとの間に、あるいは神々との間に特別な関係が成立する。これを現代密教では家事という言葉を使い、私は守護という言葉を使うが、今のこの出来事はまさにこの神秘的な力が働いたに違いないのだ。天理界の神々よ、
足川君の身に何か起こったのだろうか。スクエンだ。バカの時期、これ以上の余裕が危険だ。救い出せ。それは監禁されているということか。そうだ。場所は家で間違いないか。間違いない。薬物は使われているのだろうか。使われている。ということは薬物が使われていて家の中で監禁状態であるんだな。その通りだ。あと1週間が限界だ。これ以上飲んでおくと彼の精神破壊されてしまう。何としても救い出せ。救え。孫氏。おお、ジーバカか。ちょうどいい、入れ。孫氏、実は足川君のことなんですけれども、何かおかしいんですよ。うん。彼は5月に出家するはずだったんですけれども、家に戻った聞いた連絡もつかないんです。連絡がつかないとは？電話をしても本人は出ないし、じゃあ後でこちらにかけてくださいと家族の人に頼んでも、全然かかってこないんです。彼の友達も同じような状況で大学にも行ってないというし、みんなの話を総合すると、彼は監禁されているかもしれないんです。どうしましょうか？ジーバカ、足川君は間違いなく監禁されているぞ。私はたった今瞑想中に神々からそのことを聞いたところだ。剣術を使われたのですか？孫氏の神通力によって知られたのなら確実ですね。剣術とは修行によって身につく神通力、つまり超能力の一つである。瞑想で剣理界に入ることによって遠くや近くの音、または神々の世界や人間世界の声を自由に聞くことができるのだ。その声や音は地球のどこにいようとも瞬間的に伝わってくる。なぜなら天理界というのはアストラルという異次元世界の中の一つであって、この特殊な空間を使って音や声が伝わってくるのである。この天理界において伝わる音声は大変正確なので、修行によってある程度のステージに到達した修行者にとって空耳などということは決してありえないのだ。弁護士のアパヤジャハが道場にいるはずだから、彼と相談して動いてくれ。わかりました。そうしましょう。調査をしてみたんですが、やはりおかしいようですね。足川君と同じ東京大学の信徒さんや、彼をよく知っている友達をはじめとして何人かに話を聞いてみたんですが、母親がブロックすると言うんですね。電話連絡も、ええ、イルスを使ったりして母親は伝えておきますと言うんだけど、結局本人からは連絡が入ってこないと。どうもおかしいんだけれども、よくわからないというところです。監禁はもう間違いがないのだから、早速明日、徳島へ飛んで、直接当たってみてくれ。はい。医師のバジラティスさんも連れてった方がいいな。薬を飲まされて、肉体に異常が出てるだろうから。わかりました。早速病院の方へ連絡してみます。まず、母親に面会を申し入れてみましょう。そうですね。どうせ本人と会わせてもらえないでしょうが、母親は一応信徒さんですね。ええ、多分なんとか会えると思うんですよ。いかがですか？いいえ、私はコーヒーあまり好きじゃないんです。
あれですね。こちらの方でお待ちください。なかなか立派な建物ですね。あの家のどっかに足川くんが閉じ込められているんですかね。おそらく。どうして急に来られたんですか。困ります。 いえ、私たちはただ足川くんが5月に出家するとオウムの方に行っていたのに、それから全く連絡がないのでどうなさっているのかと思って心配してきたんです。友達にも僕は出家するんだって強く言ったみたいですし、彼の誠実な人柄や熱心な活動からして完全な音信不通ならちょっと考えられないんで。本人の意思を確認したいので、ご両親立ち会いのもとで結構ですから会わせていただけませんか。もう純一はオウムから完全気持ちが離れています。オウムには連絡したくないとあの子は言ってました。今家にいらっしゃるんですか。いえ、今はちょっと。こちらには帰ってらっしゃらないんですか。帰ってはいますが。どちらかに。旅行に出ています。ではぜひ本人と連絡を取りたいので、純一さんが行かれた場所の電話番号と住所を教えてもらえませんか。連絡先は分かりません。分からないんですか。はい、そうです。ではいつ帰って来られるんですか。それも分かりません。なぜ旅行などに出てらっしゃるんですか。確か学校は休学中でしょ。そんな時に。家にいると父親と顔合わせるので降りづらいんだと思います。お父さんと会いたがっていないんですか彼は。父親がオウムに反対していますから、つい喧嘩になってしまうので。喧嘩をするということはオウムへの出家の意思はまだあるということですね。いえ、まだ心の整理がついてないようです。心の整理がついていないということは出家の意思があるんだということですね。ですね、何の用だ。今忙しいんだ。くだらない話なら帰れ。私たちはただ足川くんが連絡を絶ったのでどうなっているのかと思って。診療中なんだ。非常識だろ、こんな時間に訪ねてくるなんて。どうもすみません、お忙しいところ。まったくだ。さあ、用件が済んだら帰ってもらおう。いえ、まだ。じゃあ、すいませんが、うちの者もこう言ってることですし、今日のところはこれでお一人で会えませんか。それじゃあ、お昼ごろならよろしいですか。そうしてください。じゃあまたお昼にお伺いしますので。何の構いもできませんで申し訳ございません。やっぱりちょっと様子がおかしいですね。母親は何か動揺していたようでしたし、父親の方は怒りまくっていました。ですがこれといった確かな証拠がないので今一つ確信が持てないのですが。お前たちは騙されてるぞ。母親がグルになってるんだ。母親が信徒だという観念は捨てるんだ。必ず監禁されているんだから、もう一度行ってみてくれ。わかりました。お昼に会いに行く約束はしてありますので。頼んだぞ。なかなか大変なようですね。私はね、5月の終わり頃に一度足川くんの様子を神秘的な力によって投資をしてるんだよ。私が投資した時、彼は出家に対する意欲と両親に対する情との板挟みで苦しんでいる状態だった。しかし私はこんなことで、前生からの修行者である足川くんの
真と消えが揺らうことがあるまいと考え、そのまま放っておくことにした。できることなら納得できるまで話し合いをさせてから出家させた方が彼のためにもなる。行かなければよかったのに、という弟子もいたが、彼が納得するまでやらせたらいいと私は考えていたんだよ。ですが医大生というのはなぜかこういうトラブルが多いですね。それだけ親の執着が強いんだね。まあそれだけお金もかかっているわけだし、単なる情だけではなくて地位や名誉、老後の安定といったいろいろな要素を親としては持っているからね。朝はどうも失礼しました。診療中は忙しいものでつい。いえ、こちらこそ。先ほどのお話ですが、お母さんのお話で納得いかないところがあるんです。お母さんは純一はオウムから心が離れていると初めおっしゃっていましたが、その後にはオウムのことで父親と喧嘩するから家にいたくないんだと思うとおっしゃっています。はっきり言ってこれは矛盾していると思うんですが。あの時は突然来られたのでびっくりして少し日が動転してたんだと思います。とにかく今現在はあの子はここにはいません。では今日でなくても構いませんから、一度本人と会わせていただけませんか。どうしても無理ならば電話だけでも構いませんから。彼の意思さえ確かめればこちらも安心できますので、もうご迷惑をおかけすることはないと思います。いえ、私の方もどこに連絡していいかわからないし、いつ帰ってくるかもわからないので、そういうことはお約束できません。もし聞き入れてくださらないなら、こちらの方も法的手続きを取るかもしれませんが。私は全財産を投げ売ってでも被害者の会に入り、そして一生かけてオウムと戦います。横浜弁護士会とも連絡を取ります。私たちはただ本人の意思を確認させていただきたいと思っているだけなんですが。ええ、ですからそちらが法的な手段を取るというなら、私にもそれなりの覚悟があると言っているんです。なんか変ですよ。躁鬱病の状態と似てますね。なんでお前たちはそんな風に考えるんだ。確かに不審な点がありますが、相応対応されるとますます確信がなくなってしまって。よし、じゃあバジラティスタを出してくれ。はい、バジラティスタです。お前の考えはどうだ。確かに何かを臆している様子はあります。ですが薬を飲ませていないと思います。なぜだ。私が精神病院へ入れられて薬を飲まされていた平松さんという人の例があるから心配しているということを言ったんです。そうしたら。親が子供にそんなことをすると思いますか。血を分けた子供にそんなことをするはずがないでしょう。医者は薬の怖さをよく知っていますから、やはり薬を使うなんてことはないんじゃないでしょうか。監禁されて薬を飲まされてるのは間違いないんだよ。はあ。よし、とにかく一度バックしてきなさい。やそうだら、マイトレアに連絡を取ってくれ。はい。やはり人身保護請求という法的手続きを取る線で押していった方が早いだろう。確かに確固たる物的証拠は何もない。だけどことは人命に関わることなんだ。それにこのままにしておくと、結局足川君と真理との縁を弱めることになってしまう。これは彼の人生において、いや彼の輪廻転生において取り返しのつかないダメージとなってしまうだろう。わかりました。もちろん推測が成り立つので違法な訴えというわけではありませんが、まあ失敗したら非常に恥をかくというか、そういうケースなので私自身かなり迷っていたわけですが、今のお話で決心がつきました。よし、頼んだぞ。
しかしこれは孫氏の神通力がなければ八方塞がりの全くどうしようもないケースでしたね。というわけで7月27日に私たちは徳島地方裁判所に足川純一君の人身保護請求を提出したのであった。そして8月1日には彼の両親に対する尋問が裁判官の手によって行われ、父親から先に裁判官による質問がされたのであるが、父親の話はその問いに対する答えになっておらず、裁判官からたしなめられるほどであったという。3日には芦川君本人の呼び出しがあるので必ず彼に会えるでしょう。これを拒否することはできませんからね。うん、その日はおそらく彼は親に連れられて弁護士事務所に寄るはずだから、そこで待っていれば話をするチャンスがあるだろう。はい。あ、芦川君。お久しぶりです。どうしたんだ一体。連絡が途絶えたね。みんな心配してたんだぞ。父が僕が出家するなら被害者の会へ入ると言っていたんで、そうさせたくなかったんです。なんとか説得したいと思っていて。芦川君、君のやり方は間違ってるよ。父親が被害者の会へ入ろうが何をしようが、そんなことは構わないじゃないか。大切なのは君自身の修行だろう。出家の意思はありますか？今直ちにオウム真理教に出家したいと思います。監禁ですか？いいえ、そんなことはないです。え、じゃあ家でずっと何してたの？何ってなんていうかな、ものすごく愚鈍な生活していたんですよ。愚鈍？ええ、まあ例えばレンタルビデオを一日に何本も見ていたり、おやつとかいろんなものを食事以外に何度も食べたり、とにかく母が出してくれたものは何でも食べてましたから、あとはほとんど寝てましたね。君がかい？ええ。出家のことはどうするつもりだったの？もちろんするつもりだったんですけど、帰ったら早速血液検査の手配をしておきましょう。血液検査の結果は2回ともクロルプロマジンが検出された。これは重度の精神分裂病などに用いられるかなり強い薬である。また合わせて行った肝機能検査では薬の影響で肝障害を起こしていることも発見された。なんと入院が必要なほどの数値が検出されたのである。彼の話によると、ある時急に意識が戻ってきたように感じたのだというが、その時期がオウムが両親へアプローチを開始した時期と一致していた。おそらく事の成り行きに不安を抱き、事件の発覚を恐れた両親がその時点で薬の投与を中止したのだ。しかしそれからかなりの日数を経て、今なお薬が検出され、そして肝障害が見られるとは、やはり助けを求める芦川君の声を聞いた瞬間から確信を持って救出活動を推し進めたことは間違っていなかったのだ。もしあの時ひるんでいたなら、天理会の神々の言葉通り彼の精神性は破壊されてしまったに違いない。まさに危機一髪だったと思う。この
クロルプロマジンという薬は副作用で精神状態が狂ってしまうこともあるのだ。神々はここまで教えてくれたのだ。成長した小鳥はいつかは巣を飛び立つのだ。いつまでも親鳥のものではありえない。このことを芦川君の両親が悟ってくれたらいいのにと思う。彼は今健康を取り戻し、修行とワークに励んでいる。
しみの少なさに苦悩を認め、出離に向かう。もしもあなたが握手からの転生をしていたとしたなら、この世は楽しみだ。人間界は握手と比べたら楽しみ多い世界だから、もしもあなたが天から生まれたら、この世は悲しみだけの世界、そして真実の平安を求め、必ず出離する。人の力と神の力は全く別のものなんだ。天にた神宿明天元老人、天にた神宿明天元老人、苦楽を超えて超越、人力だ。あなたは神からの転生かな、それともあなたは握手からの転生かな、それはあなたが修行するかどうかで決まるね。私は天から降りてきた、この世の幸せの少なさに苦悩を超えて解脱に向かう。もしもあなたが握手からの転生をしていたとしたなら、この世は幸せだ。人間界は握手と比べたら幸せ多い世界だから、もしもあなたが
からこの世は優秀だけの世界そして真実の快楽求め必ず必ず下脱する人の世界と神の世界は全く別のものなんだ宿命天元の人天に多心宿命天元の人カルマを超えて超越人力だ元々備わっている私たちの神通力早く君も得よう。